おたぎ念仏寺へは京都市中心部から西に向かう。観光客でにぎわう嵯峨野の奥、嵯峨清滝トンネルの手前に、澄んだ空気に包まれてひっそりと佇む。このお寺がよく知られているのは、境内に1200体もの石の羅漢さんがあるからだ。仁王門をくぐり、石畳の斜面を上がると石の羅漢さんが見えてくる。石の羅漢さんは至る所にある。階段の脇、山に向かう斜面、お堂の周辺、肩を寄せ合うようにぎっしりと並ぶ。その顔は皆笑っている。小鳥を肩に乗せたもの、楽器を演奏しているもの、伸びやかな造形に驚かされる。仏様をこんな風に自由自在に作ったお寺が他にあるだろうか。自由な表現ができた理由は、この石の羅漢さんは全部ごく普通の人々が作ったからだ。今から数十年前、おたぎ念仏寺は荒れ果てていた。誰も住まず、台風被害を受けても直す人がない。京都一の荒れ寺と言われる有様だった。地元の人は門前を通るのが怖いと恐れた。1955年、故西村校長がこの寺の住職に任じられた。校長は僧侶で仏師でもある。多彩な人だが、さすがに引き受けるのをためらった。だが清水寺貫主大西良慶が激励する。これだけ傷んでおれば草一本むしっても、石一つ動かしても復興者や、わしも手伝う。良慶の激励を胸に、校長は少しずつ境内の復興を進めていった。1981年、校長は昭和の羅漢堀を思いつく。一般の人に一体ずつ好きな羅漢さんを彫ってもらおう。500人に彫ってもらえば500羅漢になる。それぞれの人が思いを込めて彫ってくれれば、寺の復興としてこれほど素晴らしいことはない。校長の呼びかけはメディアを通じて全国に届いた。羅漢さんを彫りたいという人が全国から現れた。その顔ぶれは様々だった。家族を亡くし、自分の手で供養をしたいと望む人、重い病気にかかり最後の記念に羅漢さんを残したいという人、彫刻はみんな初めてだったが、誰もが意欲に満ちていた。石の羅漢さんを彫るのは時間がかかる。遠方に住む人は何回にも分けて通った。彫り方も苦労した。毎日人の体を見ているお医者さんでさえ、自分で立体表現をしようとすると形がわからないと頭を抱えた。それでも一体また一体と、世界に一つだけの羅漢さんができていった。羅漢さんを彫りたい人は目標の500人をはるかに上回った。寺はさらに700人を受け入れた。こうしておたぎ念仏寺の世界でただ一つの1200体の羅漢さんが出来上がった。おたぎ念仏寺の羅漢さんは、人が自分や誰かを愛すること、その優しい心が形になった仏様だ。普通の人々の優しさが京都一の荒れ寺だった場所に命を吹き込み、今も優しさを伝え続ける。人が人を思う気持ちから生まれた羅漢さん。
その誕生を物語にし、バレエの形でお届けする。ダンサーのしなやかな体と美しい動きが、念仏寺復興の物語を言葉とは違う豊かな表現力で伝える。それから長い年月が流れた。境内の羅漢さんたちはすっかり苔に覆われた。けれども今もなお境内には掘った人やその家族が参詣に訪れる。校長は世を去り、今は息子で音楽家の西村光栄が1200体の羅漢さんを守り続けている。お寺の再生、羅漢さんの誕生、そして今も広がる絆、私たちはそこにさまざまな心のつながりを見出すだろう。